はいみなさんこんにちはピアノ屋ドットコムの石山です。 今日は大阪のピアノ倉庫の方に来ておりますけれども、えー、と中古ピアノを探している方ですね、なかなかあこのモデルがいいとかいうね、えー、あのご依頼も多いんですけど、なかなかあ探すのは難しいですよね、ところがですね、ここの倉庫に来たら、大概のものはあるんですね、よっぽど珍しいモデルのない限りは見つかります。ですから、えー、ピアノを探してるときはですね、ご依頼くださいねあの、探しに来ますから、見てください、このピアノの量。 これだけ、これまだね、倉庫のうちの、ただ一部なんですよ、まだあとね、えー、4箇所ぐらい、これぐらいのピアノが並んでるところがあります。その中でですね、えーまあ、ちゃんとデータ化されてますから、えー、それをちゃんとね、私、探しに来ますので、魚市場に来たいな感覚かもしれませんけどね、えー、これだけあったらですね、 ご希望のピアノ絶対見つかると思います、まあ、もちろん輸出用にね、えー、あの準備されてるものも多いんですけれども、まあ、国内にお願いして回してもらうこともできますからあぜひですね皆さん諦めずに中古ピアノを探しに来てください、まあ、ここに来ていただければ一緒にねお探しすることもできますけれどもまあなんせすごい数ですから2000台ぐらいある。 って聞きました、ね、2,000から3,000ですねだからその中で目当てのものがあって輸出にも決まってないものであればですねこちら国内に回していただくことができますから、えー、遠慮なくピアノやドットコムにご連絡くださいねよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。